若い人がもう本を読まなくななっているというねなのでやっぱ本を読む楽しみでしかもそのデジタルの本ではなく紙の本を読むということのえ価値を知ってもらうような活動をしなきゃダメですよ。だって今ね小学生だってみんなねデバイスで読んでるんですね iPad みたいなもので本を読んでるんででるすダウンロードして読めるようになってたりするわけですよ。えでもやっぱですねまあ別に両方あっていいと思うんですけどね両方あっていいと思うんですけど紙の本には紙の本にしかないよ があるんですなので、まあ、私はですね一生懸命あの自分の娘にね少しでも本を読む習慣をねつけてほしいなあと思って。で親が読めとか 言ってもこれダメなんですよね。でもいい感じで、ね、今本付きになりつつありますから、そのまあ技ではないですけどもね、えー、ちょっと皆様にこっそりと、えー、教えて差し上げたいなと思うんですけれども、あちなみにですね、本を読むと勉強できるようになりますからね。これはよくいろんなね、あの先生が言ってることなんですけど、勉強できる人とできない人の違いっていうのは基本日本語能力だって結構多くの人言うんですね。日本語能力を高めるとすべての科目の点が上がるって言うんですよ。だからね小学校 で英語を教えますた例えばね、えー、プログラミングを教えますとかねいろいろあるじゃないですか金融を教えますとかそこばっかりニュースになりますけどその分どこを削ったかってあまり話題にならないんですよね英語語語を教える分日本語国語削ってんですよだからね日本人だから日本語できるよねまあ国語ちょっと減らしても大丈夫じゃねってなっちゃってるわけですよだから今ねだから大学受験 成功するかかどうかは国語能力にかかっていると言ってもいいと高校受験成功するかどうかも国語能力にかかっていると言ってもいいそのぐらい日本人全体の国語能力下がっていってるわけです。その中でしっ しっかりとね国語能力を高めていくことができたら圧倒的優位に立てるわけですよ。ですから国語能力を高めたら全ての科目の点が上がる。いやもう何なら国語能力だけでもね、えー、十分だっていうぐらいですね効果があるわけなんですね。皆さんもしねお子様とかお孫さんがいらっしゃるようだったら国語能力を高めるどうしたら国語能力が高まるかというと一番は本を読んで読んで読みまくることなんですよ。じゃあどううしたたららそうなるかといったらこれは あの一つしかあり,ありません本を好きになるということですね本を読むということの面白さを知ってもらうということですそれさえできればだって子供って面白いことやるんですもん寝なさいって言ってもいやまだ読み終わるまで寝たくないってわけですね遊んで行っていいよって言ってもいやこれまだ読み終わるまで遊びに行きたくないって言うんだからやっぱりいい人生を送ろうと思ったらいい学校に行った方がいいです別にそうじゃなくても立地屋性になる人いるんですけどもね学問の勧めの話したでしょその人が、えー、充実 したい,い人生を歩めるかどうかはこれは勉強するか勉強しないかにかかってると言っても過言ではない福沢先生はそうおっしゃいましたよ。勉強する人間は必ずいいねいい人生を歩むと。どんなに裕福でどんなに金があってどんなに地頭が良くても勉強をおろそかにしたらその人は いい人生は歩めないと福沢先生はこれ断言しているわけですよね。だからお前らねいい人生にしたいだろうとだったら勉強せえと。だから親がとか、えー、生まれた場所がとか、えー、自分の身体がどうのとか関係ないとね。もう勉強するかしないかで全てが決まると吉田しょうしょ先生も同じことをおっしゃってますよね。じゃあ勉強すると今いろいろ勉強するんで勉強するってこれ全部国語能力ですからね。だから勉強するってことを考えたときに一二国語二二国語三詞がなくて五二国語っていうぐらい国語をやるということが重要なわけですよ。 で、逆算したらさっきの話ですよね。どうしたら国語能力が高まるんですかと？と本を読む以外ないですから、どうしたらたくさん本を読めるんですか？本を読むのが好きになる。楽しくなる。こうするしかないわけですよね。だから、ここはもう明らかになってきました。子供とか孫にね。どう接したらいいかと言ったら、どういう風にしたらこの子がね。本を楽しんで読めるだろうか。そういうことを考えてあげたらいいと思います。まあ、そこでですね。まあ、ちょっと私がまあ、実際うちの娘がね。結構 こんなな本好ききになってきましたのでどういう風に仕向けたかをですね、えー、ちょっとその手の内を明かしたいと思いますけども一つはですね私の中で決めてるのは、はい、この本欲しいと言ったら必ず買ってあげるこれも徹底してます「どんな本でもです」「これ勉強何の?」っていうような何んんでもいいです。 本が欲しいと言ったら必ず買い与えるただしその時に買うけども必ず読みなさいとたくさん買って積んでるだけとかダメですよ本を欲しいと言ったら必ず買うその代わり買っ ら必ず読むようにとそしてこの本がどんな本だったか教えてって言うんですねでレポート書けとかそこまでやっちゃうとね本を読むのが普通になっちゃいますからどんな本だったか簡単でいいから教えてねってそうするとですねお父さんお母さんに教えなきゃと思うと読み方が変わるわけです自分が理解するだけの読み方だったら軽い読み方でもいいんですけども誰かに説明するというつもりで読もうとするとしっかり読むんですよねですから買ってあげるけどもちゃんと読んでねでどんな本だったか教えてねて ってあれも欲しいこれも欲しいじゃあこれ読んでからにしよう今ある本を読まないともう次ね買えないから早く読もうよっていうねあ,あとそれからですね本を読んでる時は打ち切らない食事とか寝る時間とかなしなし本を読んでたら食事の時間になっても一応「食事できたよ」とは言うけど「うーん」とか言いながら読んでたら「もう食事だから来なさい」ってやらないもう読み終わるまで食事だからついこの前もうちの妻から連絡があってご飯できてるんだけど集中して読んでるんよねどうしよう。 これ、このまま読ませようかな。うん、いい、いい、もう一時間でも二時間でも読ませとけって。そうだよねって言ってね、やり取りしたんです。そしたらね、二時間。だからもうね、八時だか八時半になって、ようやく読み終わった。お腹すいたって言ってね。いい、それでいいよ。それはね、時間通りに食べてもらった方がいろいろとべ、いいけども。それで、この子が本当に本が好きになるんだったら。そのぐらいのことはしようということで。えー、例えば、あの遊びに行くとか、もしくは寝る時間とか、本を読むって言うんだったら、あ、焦るよって。ける 利用手が来ましたらねどうしても打ち,打ち切らなきゃいけないことはありますけれどもでもできるだけ本に集中してたら本人が本を読むのをやめるまで読ませるっていう風うにしましたそうしたらですねもう1日に何冊を読んでますよ学校から借りてきてあとなんかね 電子書籍も読読んんんで、えー、で家でで家ずっとまますすねね集中力が高まるんですよ、ね、物事を何か取り組む時に集中力を高めるっていうのは何をやるにしてもいいんですよ。スポーツをするにしてもいいし、まあ、遊びも、ね、何でもかんでもそうですけど物事を集中する体制をねちっちゃいうちにつけるっていうのはすごくいいことですね。 本当はねこの本を読ませたいとかあるんですよ親からするとそうするとやっぱりねそれより自分が好きな本を読むプリンセスのなんちゃらどうのでもいいんですそんなもん読んで何のね勉強になるのかなと思うんですけどいいんですいいんです読みなさいと、えー、そして好きなものは必ず買い与えー、そして必ず読むことそして集中して読んでる時にはそれを止めないこの3つですねこれをですねやるといいと思います だからそれがね本いくらでも買い与えるって、まあ、もちろんね本当に本が好きになれば、ね、図書室図書館から借りてくるようにもなりますしだから全部をお金を出して買わなくてもよくなりますからきっかけ作りと思えばですね結構安いもんだと思いますけどもね、えー、だってそのあ,あとねなんとか受験なんとか受験で塾行ってとかしなくても本好きになってガンガン本読んだったら集中力も高まって。 ますし,しかも、読んだ本の文だけ知識が入ってますでしょ読んだ本の数だけ文章を書く能力も高まるわけですよ。論理的思考もできるようになるわけですね。なので、一見目先お金かかるように見えますけども、意外とトータルで見たら安上がりだと思,思いますよ。安上がりだと思いますね。はい。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。